皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。私はイマリオにいます。俺様もイマリオにいます。なんでお前らリオにいるんだ。もちろんオリンピックだからだよ。俺様城ほったらかして参加しに来たぜ。泥棒の皆さん、今クッパ城狙い時ですよ。もう軽く銅像20体くらいいただいたわよ。何してくれてんじゃあ。ということで今回はマリオ&ソニックアットリオオリンピックを実況していきます。全世界の俺様ファンの皆さん、今回俺様大活躍しちゃいますよ。皆さん嘘ですよ。嘘じゃねえよ。それじゃあ早速やっていこうぜ。今回は一人でワンマッチというモードで遊んでみます。これがオリンピックの競技なのね。結構な種類があるんだな。まずはじめに新体操で体をほぐしたいと思います。新体操って言ったら女性が美しく舞うよね。ああ、動きが滑らかで綺麗だよな。今回美しく舞っていただくのはこの方にお願いしましょう。冗談だろ。ゴリラが新体操できるわけないじゃない。新体操大の得意。嘘つけー。ピーチとかデイジーとかいるでしょ。正直俺以上に新体操が似合うやつはいないだろ。お前以上に似合わねえやつはいねえよ。それじゃあドンキー準備は OK かな。うほ。それじゃあ早速やってみましょう。そうそう、新体操って言ったらこうだろ。マリサ諦めなさい。今回は新体操クラブじゃなくてゴリラクラブよ。もうそれ新体操でもなんでもねえじゃねえか。曲は新世界よりで挑戦します。これが今回新体操をやる選手ね。女の子が一人しかいねえってどういうことだよ。ドンキーは乙女のような繊細なゴリラだから。いくわよ、ミュージックスタート。最初は怪しく滑らかに。最後まで怪しいだろ。もちろん笑顔は常に忘れずにね。ドンキー選手、非常に滑らかですね。一瞬本当にゴリラなのかと思いましたよ。ほ今のは減点ですね。余計な掛け声はマイナス50点です。どうだい、すごいウホ、かっこいいウホ。いや、まったく。あら、どっこいっしょ。ゴリラ式定時バランス。マイナス200点減点。ウホー。ゴリラ進展オンリー、棒をくるくる。今の技はプラス 0.2 ポイントですね。採点厳しすぎだろ。ここは荒々しく。おお、さすがジャングル出身。身のこなしに関しては完璧ですね。ウホー、嬉しいウホー。競技中にこんなにベラベラ喋るのこいつくらいだろうな。太鼓の達人のように。見てください皆さん、これがゴリラの太鼓新体操です。新体操に太鼓、こんな組み合わせ見たことありませんね。真面目に新体操やれ。ここは繊細に。さあ、そろそろ曲も終盤。クライマックスどう盛り上げられるか。指先もしなやかに。何にやけてんだよ。そろそろ行くぞ、オンリーゴリラスパイラル。これが、ジャングルの超絶ハリケーンじゃあ。おお、これは大技。あ、あれ、止まらない。目が、回る。ちゃんと練習してこいよ。おっと、バランスを一瞬崩しそうになったが、持ち前の巨大な足で体勢を立て直した。セクシー、ゴリラ。なんだセクシーゴリラって。ということで以上ドンキーコングさんの演技でした。オブリガード。うわ、めちゃくちゃ減点されたのに1位じゃねえか。序盤はかなり引きましたが、最後のセクシーゴリラで、プラス1億点させていただきました。どっちかって言ったらあれはマイナスだろ。さあ続いての選手の入場です。まだ新体操続くのかよ。頑張ってねー。エントリーナンバー2番、グッパ行きます。ゴリカメ新体操かよ。背中よく床に刺さらなかったな。おい、ちょ、気持ち悪い。グッパ選手回転技が多いようですね。とわー、止めてー。世界が回ってるー。おいおい、お前の実力はそんなもんなのか。くっそ腹立つ顔で煽ってきやがったぜ。く、ドンキーめ、まだまだー。ドンキーの煽りもあってクッパ持ち直しました。いいよ、これがキューティーカメだ。さっきのゴリラと違いカメは可愛いで攻めてきています。全体的に可愛らしい振り付けにしていますね。笑い声が可愛くないのでマイナス100点です。笑い声はしょうがねえだろ。確かにドンキーもうほしか言ってませんでしたからね。あいつもっとベラベラ喋ってただろ。この体で前転はすごいですねー。ありがとう、センキュー、オブリガードー、クッパシャイニング。すげえ。あの短い手足でこんなにも滑らかかつ大胆な技を。必殺、亀式デイジバランス。これ映して大丈夫か。皆さん、大変お見苦しいものをお見せしてしまい、大変申し訳ありませんでした。見苦しいってなんだよ、綺麗に決まってただろ。またまた行くぞ、ゴリラ直伝新体操太鼓。なかなかうまく決まったウホ。ドンキー選手、クッパ選手に教えていたんですね。どうだ、これは高得点だろ。微妙だね。
可愛い子がやるやつだぞその振りは。俺様だって可愛いだろうが。にゃがー。おーい。さあそろそろ曲もクライマックスです。最後までしっかりと演技できるでしょうか。ストロングカメ。最後ビシッと決まりましたね。ただ可愛さ路線で行ったなら最後まで可愛く決めて欲しかったですね。審査厳しいな。おお、カメがゴリラの記録を上回りました。悔しいけどゴリカメ揃って1位で嬉しいよほ。ということで新体操はゴリカメがいただきました。こんな新体操やだー。俺様たちへの挑戦待ってるわよ。次の競技は 4×100 メートルリレーです。おお、陸上競技か。今回最速のスピードスタート名高い私も走りますよ。あ、こりゃダメだな。大丈夫、いくらウプ主が鈍足でも、後のメンバーがカバーしてくれるよ。後のメンバーもマリオ以外遅そうだな。いやいやいや、クッパはチートコーラ走り、ドンキーは反則ギリギリ4速走行でぶっちぎりよ。アウトギリギリチームじゃねえか。うわぁ、相手チームにソニックメンツが結構いるね。大丈夫大丈夫、こっちにはゴリカメ最強マリオがいるから。ウプ主はクッパにバトンを渡すんだぜ。スタート前は緊張するね。ウプ主から強者のオーラが出てるわ。おい早く走れ。スタートで遅れちゃったよ。あーかなり差がついてるわ。必殺、ローリングツインテール走り。なんだこのふざけた走り方。ウプ主早くしろ。いいぞ、クッパがもう動き出してる。ちょ、クッパ動き出すの早いって。遅っ。今から俺様の超高速コーラ走り見せてやる。最初からそれで走れよ。まったくその通りだぜ。用意はいいか、マリオしっかり受け取れよ。はい。俺様悪くねえよ、ウプ主だろ。最後は俺に任せろ。究極の奥義見せてやる。ああ、ゴールデンゴリラになった。マックスハイパーゴリラ大車輪。どういう原理でこいつ回ってんだよ。よっしゃー、見たか。無理だよ。チームの団結力がまだなかったね。もう一度、本気で走ってみなさいよ。今度は1位を取ってくれ。マリサ、レイム、見ててくれ。これがこのチーム、最強の走りだ。しっかり見ているわよ。さっきよりもスタートはいい感じだぜ。爆走、ローリングツインテール。あとはバトンパスを完璧なタイミングでするのよ。あとは俺様に任せろ。絶対に1位を取るぞ。クッパーとは頼んだよ。よし、まだ周りのチームと差がついてない。俺様の全力をマリオにぶつけるぜ。僕に任せて、あのゴリラに届けるよ。おお、今のところ1位だぜ。ここでミスればジャングル1、ここでミスればジャングル1。ドンキー。すごいわ、ゴリラの独走よ。やったー、1位だー。ほんとにこいつらやりやがったぜ。みんなのバトンが俺のローリングをより高速にしたいか。あのゴリラ一体でも1位取れたんじゃない。いやー、白熱した戦いだったぜ。あれ、ドンキーは。あの勢いでジャングルに帰ったぜ。結局帰ってんじゃねえか。それならしょうがない。まだまだ俺様たちの戦いは続くから、また次回もしっかり見届けてくれよな。皆さんどうもこんにちは。今日も私はリオにいます。俺様もリオにいます。お前らいちいち行って帰ってしてんのか。いや、ゲームの電源入れればリオに行ける。ーい。いや、今の時代は便利になったよ。何感心してんだよ。眩しい日差しに輝くビーチ似合っちゃうわねー。皆さん霊夢の独り言は流してください。何と一緒に。ガッハ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 ッ。何笑ってんのよ。ということで今回も前回に引き続きオリンピック競技に挑戦していきたいと思います。俺様今回も頑張るぜ。それじゃあ早速やっていこう。今回まず最初にやる競技はボクシングダウンフォー。あんたそんなに白い歯見せつけてるけど、ボコボコに殴られて歯がなくなるわよ。大丈夫、これ入れ歯だから。嘘でしょ。嘘だよ。おほほほほ、KO いただきよ。戻ってこーい。そ、それじゃあ早速やっていくよほ。今回出場する選手は力自慢の、ドン、キーコングさんです。区切るところ間違ってる。さあ、キーコングさんのお相手は誰でしょうか。誰が相手でも負けないでしょう。あのゴリラグローブなんて必要ねえだろ。いやいや、グローブしないと対戦相手の顔が潰れちゃうよ。それはまずい。おお、対戦相手は最強鬼畜と SO ことマリオだ。勝てる気がしねえじゃねえか。大丈夫、ドンキーだって力自慢のただのゴリラだから。説得力ゼロだぜ。それはジャングルダウンだ、超危険生物。その名もドンキーキングだ。お前も自分の名前間違ってる。僕だってキノコ王国が生んだ普通のおっさんだ。全然自慢できねえじゃねえか。普通のおっさんなんかじゃねえ。お前は本当にすごいやつだよ。え、っていうのは冗談だよ。ドンキー選手なんて下水作戦でしょう。相手を褒めて動揺した隙をついてボコるという。こんな下水ゴリラ見たことがありません。あのゴリラ目なんてことを。マリオなんとか立て直したぜ。なんかマリオの体が光ってるんほ。先ほどの怒りで何か発動しそうな予感ですね。危なかったんほ。ガードされたか。今必殺技打ったばかりなのにもうすぐまたゲージが溜まりそうだぜ。それはずるいのほ。君の方がずるしたじゃないか。決まったー、マリオ選手綺麗に決まりましたー。さあ果たしてドンキー選手は立ち上がれるのか。お前はこんなところで倒れるゴリラじゃねえだろ。立つんだゴリラ。ああ、
疲れたー。立ったー。ゴリラが立ったー。次は俺の必殺技だ。甘いぞ、ドンキー。カウンターンホーイ。すげー綺麗にカウンター決まったな。ドンキー頼む、立ってくれ。みんなあんたが活躍するところが見たいのよ。みんなの笑顔のために、俺は、もう一度、立ち上がってやる。おお、ギリギリ立ち上がったぜ。ああ、仕事したくない。仕事したくないからこんなにクタクタなのかよ。マリオ戦士必殺技を酷使した性格クタクタです。よっしゃー、最初から使うぜ。残念、こっちだ。そう簡単にはやられないのか。第2ラウンド開始直後から激しい戦いが繰り広げられています。必殺技が決まるか決まらないか、ヒヤヒヤしますねー。マリオ疲れてるのにまだまだパンチにキレがあるぜ。なかなかやんなー。ただ俺だってこんなところで負けるわけにはいかないんだ。ドンキー選手並み厄介事情がありそうですね。ここで負けたら。ここで負けたら。女の子の完成を浴びることができないじゃないか。勝っても浴びられないわよ。そんなバナナー。決まったー。ドンキー選手のそんなバナナが綺麗に決まりました。なんだそのクソダサい技名。果たしてそんなバナナを食らったマリオ選手は、もう一度立ち上がることができるのでしょうか。く、そんなバナナ。なんて技だ。だが僕だってここで倒れるわけにはいかない。マリオ選手カウントギリギリで立ちました。両選手かなり疲労が目立ちますねー。おいドンキー動きがフラフラだぜ。なんだこれっす。あっと、かわされてしまったー。ここに来てなんだかマリオの動きが良くなってる気がするぜ。ああ、やっぱ第2ラウンド終わった。今にも寝そうな表情のドンキー選手ですが、第3ラウンド開始です。ここまで両者譲らぬ戦いですからねー。果たしてこのラウンドで決着がつくのか見ものです。歯を食いしばれ、センブルパンチ。うわぁ、これはかなり強力だ。おそらく次のどちらかの必殺技が決まれば決着がつくでしょう。こんなに激しい戦いは見たことありませんね。そもそも今回初めてボクシング見たんですけどね。そりゃ見たことねえのは当然だな。この一撃で決めるのか。くらえ、ダイナミパンチ。そんな、バナナ。ドンキー、諦めんなよ。お前はこんなところで諦めるゴリラかよ。そうよ、女の子の歓声がなくてもクッパが声援を送ってるわ。ドンキー、立て、マリオン負けるな。立てー、お願いー。みんな、すまないよ。ああ、立てなかったか。負けゴリラになってしまったけどいい試合をしてくれました。そうですね、負けゴリラになってしまったけど。ほう、勝ちゴリラになりてー。僕も今回はギリギリだったよ。またぜひ試合しよう。ああ、もちろんだ。次こそ絶対に勝ってみせるぞ。ということで以上ボクシングでした。それでは次の競技やっていきますよ。お次は少々特殊な競技、バトルサッカーです。バトルサッカー。このサッカーは簡単に言うと、プラズマボールを出して、相手にぶつけてボールを奪う超次元サッカーです。つまりヤバい競技だってことだな。チームメンバーはいつもの3人と、新顔のワニを入れて挑戦します。動物園チームかな。ワニことベクターさんは初対面だから緊張するなぁ。あいつなかなかいいやつだったぞ。ガムくれたし。ガムでいいやつ認定かよ。それならいいワニだ。納得したー。さあ始まりましたバトルサッカー。チームクッパとチームクッパジュニアの戦いです。息子相手でも負けんぞ。フォーメーションはこのまんまでいくよ。クッパにうまくパスを回してゴールだな。ウプ主頼んだぜ。了解。ウプ主のキックオフで試合がスタートしました。おいおい早々に取られてんじゃねえか。みんな取り返してー。ワニはいい声だということがわかりましたねー。聞いてる場合か。ここは俺に任せろ。おお、ドンキーナイス。ベクター行くよ。あ、ちょ飛ばしすぎだ。必死にボールを追いかけるワニ。ゴリラ、平和に。なんか動物どもの息ぴったりだな。くらえ、バナナシュート。あー、惜しい。でも序盤からかなりいいプレイです。ドンキー、大丈夫か。プラズマボール超怖え。あ、ドンキー選手なんとかボールを奪い返しました。ウプ主行くぞ。ベクターナイスパス、クッパ。任せろ。させるかでってよ。あーっとクッパ選手思いっきり転倒してしまった。地面が石のタイルだからかなり痛いだろうな。あー、まずいヨッシーが。ゴールされる前にしてやったぜ。危うくオウンゴールになるところだったぜ。ひー、ちょっとベクターやらかしそうで怖いんだけど。クッパー。なんで俺様だけこんな目に遭うんだろう。なんかかわいそうに思えてきたぜ。クッパのためにもみんな勝とう。ウプ主。あれ、ここは天国かな。大丈夫だ、まだ天国行ってねー。ここで前半終了。両チーム1点も入らないまま後半戦に持ち越しだぜ。次こそバシバシ点を入れて勝つぞ。おう、至るところが痛いが頑張るぜ。試合開始早々チャンスがやってきました。ドンキーこのままゴールだ。させるか。ドンキー。すまねえみんな。その後も私たちは何度も吹き飛ばされたが、決して諦めず、ただひたすらボールを追っかけた。そしてついに勝利の女神が微笑んだ。ドンキー今度こそ決めてくれ。ド根性バナナシュート。ゴール。ドンキー選手のド根性バナナシュートが決まりました。すげえぞドンキー。
お前はやってくれるって信じてたぜ。ドンキーすごいよ。この絶妙な角度からのシュート、またカットされるかと思いきや決まったぜ。俺、今最高に嬉しいよ。まだ時間があるからここからもっと点を入れていこう。おう、どんどん決めていこうぜ。大丈夫かよ。ノープロブレム。さっきのはまぐれだったんじゃねえか。あ、今ゴール前がガラ空きだ。決めるぜ。スーパーエクセレントバナナファイヤー。決まったー。今回ドンキー大活躍じゃねえか。よくやったぜ。得点王だな。最後に私もゴール決めたいなー。いけ、うぷなし。ものは試しだー。これ入るか。入ったー。入っちゃったよ。復興、俺たちの勝ちよ。まさかあのシュートが入るなんて誰が想像したか。正直動物園チームボロ負けするかと思いきや、相手に1点も許すことなく勝ってしまいました。なんか久々に感動したぜ。せっせっせ、どんな相手だろうが負けないぜ。いつでも挑戦待ってるよ。皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。今日もリオに来ました。俺様このままリオに住もうかな。あ、それはいいな、住んじゃえよ。なんでそんなに嬉しそうなんだよ。クッパリオに住むの。それはダメよ。霊夢、お前。使いっ走りがいなくなるもの。誰が使いっ走りだー。ということで今回も前回に引き続いて、いろいろなオリンピック種目をやっていきたいと思います。あ、そうそう前回のバトルサッカーで、ウプ主の超ロングシュートになぜかぶち当たったんだよな。仲間のシュートに当たって吹っ飛ばされるって天才かよ。体中痛いが今回も俺様頑張るぜ。それじゃあ早速やっていこう。まず最初の競技は馬術だよ。馬だけに、うまく馬を操作できるか競うよ。なんだろうリオなのに真冬みたいに寒いぜ。今回この馬術に出場する選手は、なんかゴリラの幻覚が見えるんだけど。幻覚じゃないよ。動物を制するのは動物。そして一番動物に近い男、ドンキーコング氏に挑戦していただきます。よ、ゴリラ。ほら行け、馬、うるせえゴリラ。おっとゴリラと馬の相性はあまり良くないようですね。そんなことないよ。ゴリラに操縦される馬は複雑な気持ちだろうな。ゴリラはそんなことお構いなしで馬を乗り回してるけどね。飛ぶぞ。馬よりもゴリラの方が目立っていますね。馬が上手に飛んだのにな。おい馬、お前なかなかいい足してるな。そんなことお前に言われなくても知ってるわ。これでもうちょっと性格が可愛かったらよかったのにな。なんだと？お前なんかいつでも振り落とそうと思えば振り落とせるんだぞ。こいつら競技中にずっと言い合いしてんのかよ。非常にうるさいですねー。あ、ゴールは目の前だよ。うわぁ、ぶつからなくてよかった。思いっきりぶつかってただろ。ゴール直前で痛恨のミス。果たして結果はどうなったか。こりゃ優勝だろ。惨敗だろ。うわぁ、綺麗に惨敗だ。くっそー、何がいけなかったんだ。馬か、馬がいけなかったのか。お前がいけなかったんだよ。大体真面目に競技やってるのに、なんであんたポーズ決めまくってたのよ。アピールだろアピール。お前がアピールしたって点数になんねえんだよ。どう、いけてるでしょ。誰かこいつに一からルール教えてやってくれー。はい、お次は三段跳びに挑戦です。この競技はタイミングがかなり重要よ。テンポよく助走してジャンプだぜ。今回はリズム感のあるこの選手に挑戦していただきます。おい、またゴリラの幻覚が見えたんだけど。幻覚じゃないよ。でもドンキーはドンキーコンがやるじゃない。リズム感なら負けないぞ。本当に大丈夫かよ。スーパーゴリラ、エクセレントダッシュストーム。あー、四足走行だから手だー。私も足ばっか見てたぜ。さあ今度はうまく飛べるのでしょうか。俺はジェングルの帝王ゴリラだ。帝王がこんなところでミスるわけにはいかない。行くぞ、来い。完璧なタイミングで飛んだはずなのになんでだー。ウプ主が別のボタン押してたわ。おお。ドンキーさんすんません、次は完璧に押してみせます。頼むぜ。縦画面だからむずいな。しっかりせんとドンキーの前足を見て飛ぶよ。あ、なあ、くっそ、ファウルにならなかったのになんで砂に届かねえんだ。パーフェクトで飛ばないと結果は出ないのね。随分と厳しいな。大丈夫だドンキー。君は砂を汚さなかった唯一の選手だ。何のフォローにもなってねえよ。続いては100メートル自由形に挑戦していただきます。おう、いよいよ水泳か。今回は水場で大活躍の選手に挑戦してもらいます。今回ゴリラの幻覚を見るの3回目なんだけど。今回も幻覚じゃないのでご安心を。めちゃくちゃ水にビビってんじゃねえか。じゃあ飛び込み来い。あっと、ドンキー選手スタートで遅れてしまいました。まだ大丈夫、ドンキーはウォーターゴリラになるから。少しずつだが早くなってるぜ。アジフライ、カキフライ、エビフライ、バタフライ。この空気どうにかしろ。ドンキー選手下手くそなターンをしました。残り50メートルが勝負だよ。おお、出だし最悪だったのに現状3位だぜ。俺はウォーターゴリラなんだ。
ああ、暑い日のプールは最高。こいつ遊び感覚でやってねえか。ラストスパート。ドリームゴリラ。水中で回転してゴールするという反則技で見事2位です。さすがはドンキー。今回ようやくまともな順位になれたな。よし、次頼んだぞ。え、次って誰かまた泳ぐのか。水も滴るイカメだ。なんと今度は水も滴らない悪いカメクッパの登場です。滴るって。でもこいつカメだしドンキーよりも早そうだぜ。そうでもないよ。まだ始まったばかり。カメのくせに速くないクッパ選手、大丈夫か。あ、大丈夫だ。今に見てろ。お、さっきと違ってみんな同じくらいのペースで進んでるな。ここで俺様が完璧なターンをしてやるぜ。超すごいターン期待してるよ。全然すごくもなんともねえな。ちょっと緊張でミスったんだよ。ちょ、疲れたー。おっとクッパ選手止まってしまった。何やってんだ泳げー。で、はぁ、100メートルってこんなにきついのかよ。今日初めて泳いだの？あ、ドンキーに楽勝だから泳いでみろって言われてな。お前らもっと真面目に大会参加しろー。しかもそれできるなら最初からそれで泳いでよ。なんということでしょう。さっきのゴリラの方が圧倒的に速い結果になりました。もう動物の種類とか関係ねえじゃん。はい、お次はやり投げに挑戦します。もう誰が出場するのか見なくてもわかるぜ。でも画像がゴリラだしね。さあ果たしてゴリラなのか、はたまたゴリラなのか。ゴリラ確定じゃねえか。今回出場する選手はやっぱりゴリラです。俺、普段やり投げて獲物取る。やり投げなら絶対誰にも負けないぞ。おお、勢いよく走り出したゴリラ。うわぁ、ゴールデンゴリラになった。ゴリラ投げ。ゴリラ投げミスったぞ。1回目の記録はあまり期待しない方がいいでしょう。かなり高く上がっちゃったからこれは飛ばないね。ああ、これはひどい結果ですね。測らなくてもいいんじゃない。審判にそこまで言われるほどとは。参考までに他の選手の記録を見てみよう。1位になるには62以上出さないとダメね。62、そんなんでいいのか。お前さっき45だったぞ。行くぞ、見てろ。デラックスゴールデンゴリラ。おお、来るぞ来るぞ。ハイパーボンバースペシャル投げ。さっきはミスったけど今回はうまくいったぜ。さあどこまで飛ぶか。地球一周くらいはしてくれ。それは無理だ。お、さっきより飛んでるな。くっそー、1位まであとバナナ1本分じゃねえか。どんだけ長いバナナだよ。ビリではなくなったね。最後の投げるところでパーフェクトを出せれば優勝確定よ。よし見てろよ。今度こそ記録を叩き出してやる。これが最後のチャンスだ。頼むぜ。ここをジャングルだと思うんだ。あそこにうまそうな鳥がいる。絶対に捕まえてやるぞってな。グレートだったけど大丈夫かな。おお、かなり伸びてるぜ。これはかなり期待できるよ。ゴリラ、お前よくやったな。うっこー、パッションうっこー。これはすげえな。目標の記録を大きく上回ったよ。でもみんな結構すごい記録を出してたね。日頃の狩りの成果だ。あー、ゴリラ投げ。ということで今回もいろいろな種目に挑戦してきました。いやー、最後のドンキー、悔しいけどかっこよかったぜ。お前ももうちょっと泳ぎの練習してから頑張れよ。あ、それなら、リオから海を泳いで帰ってきなさい。果てしねえな。てなわけでクッパ場の皆さん、クッパは泳いで帰るそうですよ。了解です。お気をつけてー。なわけねえだろ、飛行機で帰るわ。それでは皆さんまた次回のリオでお会いしましょう。ドンキー、お前の無念は俺が晴らすぜ。おお、ワニが三段飛びに挑戦だ。こいつも本来は四足走行だろ。俺は飛ぶぜ。ホップ、ステップ、ジャンプ。あれ、ワニってこうやって飛ぶんだっけ？いや、こんなドリル回転するワニ初めて見たぜ。ドリル回転したおかげで砂場に入ったよ。普通は砂場に入るのが当たり前なんだよ。どうだ、いい感じだろ。これもしかして本当にゴリラの無念を晴らせるんじゃ。おお、すげえ圧勝だな。またまたすげえ。ラストよ。ジャンピングワニ。見なかったことにしてやるぜ。ドンキーなんか全部これだったから。やったぜドンキー、お前の無念晴らしたぞ。オブリガードー、ありがとう、センキュー。すげえ適当に言ってるみてえな顔だな。息子が全然俺様に近づいてくれねえんだ。へぇ。俺様あいつに何かしちまったのか。ほう。おい。はぁ。しっかり話を聞けー。わかったわかった。ジュニアに直接聞きに行ってあげるよ。おお、すまんな。ジュニアー、ジュニアー。なんだ、うるさいなぁまったく。君が近寄ってくれないせいでクッパが号泣してたよ。ええー。嘘言うなぁ。僕は今反抗期なんだよ。反抗期なら仕方ないね。でもあまり気張らず、この知らないおっさんのようにリラックスすべきだよ。熟睡してんじゃねえか。うん、そうするよ。あのおっさん見てたら眠くなってきたわ。お前は寝るなよ。反抗期なんだって。なるほどなぁ。で反抗期ってなんだ。ダメ親父。言葉で言っても伝わらないこともあるわ。だから拳で語り合ってちょうだい。で本格的なの来ちゃったよ。親と子のぶつかり合いよ。さあ果たしてクッパは息子の気持ちをちゃんと理解できるのか。頼むぜクッパ。お父さん容赦はしないよ。ああ、俺様も全力で行くぜ。じゃ最後まで言わせてよ。
へへへ、なんでもありだい。まったく誰に似たんだか、親の顔が見てみたい。あんたよあんた、爆裂パンチ。うわぁ。からの、アッパー。この子、将来有望ね。立てー、立つんだクッパ。あれ、綺麗な川と花畑が見える。それサンズの川だー。ふい、まだまだ。かなり疲れているけどまだいけるわ。ジュニアも疲れてんじゃねえか。くらえー。あ、危ない危ない。意味深なゴングの音ね。誤解だ。さあさあラウンド2行きますよ。決まったー、開幕早々必殺アッパー。目の前が、チカチカする。開始してから5秒でぶっ倒れるやつ初めて見たぜ。クッパー、起きてー。で、はぁ、こんなにしょんぼりしてるクッパなかなか見れないわね。歳だな。ジュニアよ、俺様はこんなところで倒れん。で、なんて力だ。クッパ、息子にお前の拳で語りかけろ。うわぁ、ようやくダウンさせたわね。お父さんなかなかやるじゃん。だけど僕だって。それでこそ我が息子だ。すごい、お互いに一歩も譲りません。ごへい。おっと、またしてもクッパ選手ダウンしてしまった。うわぁ、すごい粘りだ。これはジュニアにもきっと届いているはずだよ。お父さんパンチ。もっといい技名思いつかなかったのか。お父さん、反抗期だからってごめんよ。あと、勝手にお父さんの私物燃やしてごめんよ。あと、お父さんの部屋の高そうなもの勝手に売ってごめんよ。かー。大丈夫、あなたは悪くないわ、悪すぎだろ。ということで勝者はクッパでした。ショックで寝込むかも。子育て頑張れ。世界中のゴリカメファンの皆さんお待たせしました。ようやく正々堂々と勝負できるぜ。バナナも勝てって言ってるんほ、現状だ。今宵、ゴリラとカメの真の戦いが幕を開けました。俺様が勝たせてもらうぜ。ウホホホホホホホ。本気の拳のぶつかり合い、どっちが勝つんだ。あんたなんか絶好よ。こっちこそ絶好よ。何？絶好よ。そんな、めつぶし。じゃあ審判こいつ反則です。いや、セーフです。こうしてカメとゴリラはひたすら殴り合った。さすがはゴリカメ、両者の力の差は同じくらい。あ、ドンキーの必殺パンチには気をつけて。ゴリラ怖え。今度は俺様の番だ。そうはさせるか。ただの右ストレートでぶっ倒された。立てー。このままじゃゴリラに負けちゃうよ。ゴリラには絶対負けない。いいぞ、その調子だ。こんなところで倒れんぞ。もう、ダメかも。オラオラどうしたどうした。この野郎。はぁはぁ、ようやくラウンド1終わった。ラウンド1ならスポッチャ。何言ってんのかよくわからんがラウンド2行くぜ。またこのパターン。大丈夫クッパならまた立ち上がるよ。いけー、ここからよ。よし、なんとか立てたか。暗いドンキー、お返しの方。決まったー、見事なカウンターだったぜ。さすがはボクシングゴリラ。そんな肩書きあったか。何のこれ好き。おお、あれだけ食らってもまだ立ち上がる。そして決まったー。さあドンキーは立ち上がるのか。ギリギリ立ち上がったー。これでおしまいだー。ああ、決まったぜ。TKG によりこの試合ドンキー選手の勝利です。TKO だ、それじゃあ卵かけご飯だろうが。くっそー、まだまだ戦える。どうもウプ主のミーです。今知らないおっさんの見たくもない寝顔を見ています。なんで見てんだよ。平日の昼間から海岸で昼寝なんて。私も混ざろうかしら。混ざるなぁ。定位置にやってきました。こいついつもいるな。クッパ。いやぁ、日本はもう秋だがこっちは常夏だな。俺様の頭は常夏だと言っています。よぉ。その通りだバカ野郎。だって絶対言ってねぇ。今回は何する？そういやドンキーのやつが何やら張り切ってたぞ。あのゴリラまた何かやるつもりね。早速見に行くぞ。ここは卓球の試合場よ。もしかしてドンキー卓球でもやるのかな？バナナをかけて勝負。ベクターと卓球勝負するみたいだぜ。バナナスマッシュクラウンホ。皆さん、今回はゴリラとワニのバトルみたいです。わなわなわなわ。うほう。もしかしてドンキー、卓球初心者か。昨日の夢の中でやったんほ。初心者なんだな。しりとり。リンゴ。ゴマ。そこはゴリラだろ。マリオ。オラ。一人称。ランプ。プール。ドゥリー。いいバナナ。なしだろ今の。あ、チャンスボール。モンモン。しりとりは負けだよ。さっきのドンキーの必殺技みたいなのすごかったね。すげえ喜びようだな。うほほうほほ。次もいただくほ。俺がいただく。なんだあれ。お前がやったやつと同じだろ。痛ーい。大丈夫大丈夫。ちょっとひふえぐれただけよ。全然大丈夫じゃねえよ。おお、決まった。
お互い一歩も譲らない感じね。ああ、同じくらいのレベルなんだろ。け、冗談じゃねえ。け、冗談じゃなくねえ。どっちだよ。とうとうマッチポイントになっちゃったよ。なんとかジュースまで持ち込むのよ。ジュース、バナナジュース。そう、バナナジュースまで持ち込むの。ジュースじゃなくてジュースだよ。おお、やったわ。それにしてもなかなか勝負つかねえな。でもドンキーが少しずつコツを掴んできているみたい。いっけー。よし、いいぞ。あと1ポイント入れたら勝ちだ。これに勝てばバナナ1年分もらえるんほ。え、そうなの。そんなの初めて聞いたわ。1年分なんかもらったってすぐ腐るだろ。来た、ゴリラチャンス。勝ったー。激戦を制したのはドンキーよ。最後綺麗に決まったな。はぁ、どっこいしょ。てなわけでベクターに勝ってメダルをもらったドンキーは、そのメダルを売ってバナナを買ったけど、ディディに見つかってバナナ没収されたんだって。はっはっはっは。悪いことはするもんじゃねえな。ほんとだよ。グッパ。グッパ。グッ。さっきからなぜかグッパしか話してくれないんだよね。グッパ。ゲームが強制的にグッパしか言えねえようにしてやがる。喋りすぎてうるさいからセリフ固定されたのよ。まあきっとグッパも利用満喫していることだろうよ。ね。グッパ。返事になってんじゃねえか。それじゃあ早速競技に挑戦していきましょう。今回挑戦する競技は初挑戦のラグビーセブンズです。前やったバトルサッカーみたいな特殊なラグビーね。さあ今回はどのメンバーで挑戦する？そうだな。ということでゴリラと、反強制的じゃねえか。亀とワニと私の猛獣チームで頑張っていきたいと思います。いつものお決まりチームね。相手チームはソニックチームだぜ。リレーだったら強敵かもしれないけど、今回はラグビーだから体格的にゴリカメワニの方が有利だよ。あ、他にお助けキャラが3体入ってくれるのね。気合い入れてやるんだぜ。ドンキー思いっきり蹴っ飛ばせ。これか、それ以外に何があるんだよ。おお、さすが、かなり飛んだぜ。ほほほほほ。掴んだぞ、誰か。今俺様が取るぞ。思いっきり転んでんじゃねえか。ああ、取られちゃう。今度こそ俺様が。大丈夫かー。突如発射された水に吹き飛ばされてしまったー。たった今開始されたのにクッパボロボロじゃねえか。大丈夫、落ち着いてボールを取ろう。やばい、ソニックにボールが渡ってしまった。させるかー。お前今日すげー頑張るな。クッパがせっかく取ってくれたボールだ。これはいただきますよ。ゴリラブロック。あのゴリラブロックが、どのゴリラブロックだ。チャンスだ。ナイスだクッパ。みんなそのまま走るんだー。ああ、アイテム使われたわ。ソニックをなんとか止めるしかねえ。止めましたよー。ああ、パスされた。ベクターお願い。勢いは良かった勢いは。ただ滑り込むのが早すぎたのよね。くう、相手に先に点を入れられちまったぜ。大丈夫大丈夫、まだまだここからだよ。ボールはもらった。じゃあ、バナナくれ、不法関係ないのに。ソニックにバナナをねだっていただけで吹き飛ばされました。その後も相手の猛襲は続き、かなり差をつけられちまったな。試合は後半戦になりました。いやー、ラグビーって難しいね。パスを出すタイミングとかがな。よし、後半戦で逆転してやる。おお、前半空気だったウプ主にとうとうボールが、しかもすげー身軽なんだけど。はっはっはっは、どうだ、これが引きこもりの力だ。ゴリテンプ。ゴリラも急に身軽になったわ。おお。ゴリさん後は任せてください。次は俺様だ。急に身軽になった動物園チーム。これはもしかしてドーピングか。いやいやいや、プロテインしか飲んでないよ。絶対怪しいプロテインだろそれ。あともう少しなのになかなか進ませてくれないわね。虹のゲートをくぐれば一気に進めるかも。おお、本当だ。とらー、モブハリケーン。いけー。よっしゃー、ようやく決まったぜ。ナイスよモブ太郎。これで入ればもっと点がプラスされるよ。行くぞー、とらー。入ったー。すごいわ、今日初得点よ。試合終了。あー、得点を入れたけど惜しくも逆転はできなかった。今回初めてやってみていろいろ分かったから次回はリベンジしたいね。そうだな、次こそ勝つぞ。グッパ。よっしゃー、みんな張り切っていくぞ。ウプ主頼んだぞ。任せて、さっき走ってきて疲れてるけど。どういうことだ。よっしー、ありがとう。あー構わねえ。男前だな。あー、任せなさい。ドンキー。あー、キャサリン危うくオウンゴールしそうだったわ。誰でもいいから反対にボール飛ばせ。まずいよ。ドンキーお願い。何すんの横のゴリラ。
ドンキー。プラズマ2連打だぜ。ドンキーの仇だー。くらえー。クッパー。前にもウプ主のシュート食らってぶっ飛んだよな。なんで仲間のシュートを食らってぶっ飛ぶんだよ。ボールを渡すのか。どこ狙ってんだ。ボッコボコよ。これサッカーか。止めてー。ちょ、ヨッシー何やってんだー。チーム戦じゃなくてサバイバル戦だろうが。よっしゃー、俺様が絶対このボールを守るぞ。クッパいいぞ。絶対に渡さん。パスしろよ。ヨッシーはちょっと信用できねえ。ドンキーもすぐにぶっ飛ばされるし。こいつもすぐにぶっ飛ばされるわよ。キャサリンナイス。誰が信用できないって。よ、ヨッシーこえ。いけー。おお、うまくかわしたわよ。怪我人続出サッカーなんだぜ。まずい、キャサリンお願い。キャサリンが一番よく働いてるぜ。俺様だって。こうしていれば誰も取れないだろ。あ。これはやばい。うわぁ、ゴールされたー。ウプ主のチームはもうちょっとチームワークを育みなさい。確かに、みんな好き勝手動いているからな。うん、チームワークを大事にするよ。点取りに行くぞ。もちろんウッホー。はい、クッパ。今度はちゃんとボールを運ぶぞ。いいぞいいぞ、みんなのオーラが強くなったわ。ああ、ボールが。取り返したい。ウプ主危ねえ。くぅ、ドンキー頼んだ。ウッホー。ああ、惜しかったわね。まだいけるぜ、ボールを取るんだ。なんとかゴールを守らないと。待てー、バナナの皮のように引きちぎってやるほ。余計必死で逃げるわ。ドンキーナイス。ヨッシーもうまいわ。でも油断は禁物だぜ。来るよ。嫌な鳴き声だけどよくやったぜ。おお、クッパの超ロングシュート。うわぁ、惜しかったな。てかデイジーよく走るわねー。そしてクッパはよく当たる。こっちもうまくプラズマを相手にぶつけられたらいいんだけど。コントロールとタイミングが大事なのよね。キャサリン。あぁ、虫が弱いのもあるが、相手強いな。それじゃあ後半戦だぜ。バトルポイントの分だけ点数が入るから、ここから逆転するためにはプラズマ当てて、ポイントをどんどん稼いでいかないとね。おいおい、もう攻められてんぞ。これってスライディングしてもポイントが加算されるのか。うん、うまく相手を転ばせると入るよ。だったら相手をどんどん転ばせようぜ。病院送りなら1万ポイントプラスとかだろ。ひぃ。おいおい、相手チームやりたい放題が過ぎるだろ。ほんとんほ。こらドンキー頼んだぜ。任せるんほ。これだからボール遊びは最高んほ。